便秘という状態と夜泣きっていうのは結構関係があります。腸がもにょ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 って言って動いて活動して、ねんねママねんねママ寝かしつけならねんねママ、こんにちは、ねんねママです。今回は夜泣きとうんちの関係についてお話をしていきたいと思います。うんち、まあ便秘ですね。うんちが出なくてこう便秘になっちゃうと夜泣きどういう影響があるのかというお話です。皆さん今動画見ていただいている方の中で夜泣き悩んでますっていう方いらっしゃいますよね、きっとね。はーい、便秘してます。お母さんじゃなくてね、お子さんが便秘してますっていう方どれくらいいらっしゃいますかね。この夜泣きしてることと便秘してることっていうのは結構関係があるかもしれません。ある調査によると2割ぐらいの赤ちゃんが便秘に悩んでいるという結果があります。もしかしたら明確になかなかうんち出なくて困ってるって思われてるかもしれないし、あとは気づいてないけど、あ、もしかしたら便秘かもしれないということもあるかもしれません。じゃあどのくらいうんちが出ないと便秘なのかっていうところで言うと、調べみたら明確に何日出ないと便秘とかそういう基準はないそうです。小児科のブログとかいろいろ記事とか見てみたんですけど、しっかりね柔らかい便で3、4日に1回はきちんとリズムよく出てますということであれば、まあ、3日4日に1回しか出ないっていう子もいるし、まあ、そういう場合は便秘扱いではないそうなんですね。一方でうんちが硬くてもう出にくくなってたりとか、もうそのせいでふーとかずっと言ってて機嫌が悪かったりとかする場合はやっぱ対処が必要になるということがありました。で、このうんちが詰まっちゃう便秘という状態と夜泣きっていうのは結構関係がありますというのが今日のお話で、今夜泣き悩んでる人っていうふうにねお伺いしましたけれども、夜泣き悩んでるという方はその原因の一つがうんちかもしれないと思います。最近腸の環境を良くして睡眠の質を上げるみたいな商品すごい増えてると思うんですけど、乳酸菌飲料とかねいろいろ出てますよね、世の中にね。腸と睡眠の関係っていうのは結構いろんなところで言われてると思うんですけど、そこもうちょっと深掘りしてみましょう。腸って私たちが起きてる時と寝てる時ってどっちが活動してるか知ってますか？うんちをこう作って運ぶみたいなのを起きてる時と寝てる時どっちが活発にやってるでしょうか？答えは寝てる時です。寝ている間っていうのは人間の中には交感神経と副交感神経っていう自律神経があるんですけど、寝てる時はこの副交感神経っていうのがリラックスの側が優位になってるんですね。交感神経っていうのが人間で言うとアクセルみたいなもんで、副交感神経っていうのがブレーキみたいなもんです。でこの寝てる時っていうのはこのブレーキがかかった状態になっているというような、だいたい 30% ぐらい優位になるんですけど、そんな感じでこう副交感神経が優位になっているような状態なんですね。このブレーキモードの時に腸が活発に動くようにできてます。つまりね、寝ている間に副交感神経が優位になっている時に腸がもにょ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 っていって動いて活動して、こううんちを作り出して隣のこうもにょもにょの中から隣にうんちを送ってっていう活動を寝てる時に結構ぐるぐるぐるしてるわけです。ということは赤ちゃんちょっと便秘気味な子でうんちが硬くなってたりとかすると、この硬くなったうんちを寝てる間に一生懸命運ぼうとしてモニョモニョするんだけど、硬いからなかなか動かなくて詰まってるってなるとお腹痛いって言って泣いちゃうっていうことにつながるわけですよ。これが夜泣きの原因の一つなんですね。だから寝てる間にうんちが詰まってるのはこうなかなか運べないよ、硬いよってなるとお腹が痛くて目が覚めて痛いよって言って泣いちゃう。結局おっぱい飲ましてもらったりとかするとちょっと安心して寝たりとかするんだけれども、また痛いよって言ってまた泣いちゃうっていうことになって、こう夜泣きが繰り返されるっていうこともあるんです。もちろんいろんな動画の中でお話ししている通り、夜泣きっていうのはいろんな他にも原因があります。月齢別で解説してるものとかもありますし、いろいろねその環境だったりとか生活リズムだったりとかありがちな原因っていうのはあるんですけど、まあ見落としがちなこととして、そのお腹が痛くて泣いてるっていうことも一つあり得ますということです。で、この、まあ、じゃあ便秘が悪化しちゃうと、夜泣きしちゃうってこともリスクの一つなんですけど、悪化してこううんちが詰まってっちゃうとどういう風になってしまうのかということを、キャップスクリニックさんの赤ちゃんの便秘についてという記事からちょっと引用させていただきます。便秘がひどくなるとうんちをするときに肛門が切れて出血してしまうことがあります。さらに便秘がひどくなると直腸に溜まった便の塊の脇から下痢状の便が漏れて出てくるようになってしまいます。長期間便秘を放置しておくとこのようになり、自分が知らない間に失禁してしまうようになります。で、知らない間に失禁してしまうと漏らしてしまったことを怒られてストレスを溜め込んだり、周囲から臭いと言われてしまうこともあります。そのような場合には肝腸や腸内洗浄、最悪の場合には全身麻酔をかけて腸に詰まった便を取り出すことが必要になることもあります。で、このような状態
態にならないように便秘の初期からしっかりと治すこと、便を柔らかく保ち痛みなく1日1回うんちを出す習慣をつけることが重要ですというふうに、書いてありました。めっちゃ怖いですよね。なんかこういろいろ想像するめっちゃ怖いなと思って。そうだからたかがうんちされどうんちなので、もう夜泣きへの影響っていうのも含めやっぱしっかりうんち出るように対応してあげるっていうことが大事、便秘になりすぎないようにするっていうことが大事ですね。じゃあ便秘の対策ってどうすればいいかっていうと、まあ、一番はかかりつけの小児科さんにご相談いただくのがいいと思います。便秘なんですけどって言って見てもらうっていうのが一番いいと思うんですけども、それ以外のところで私からお伝えできる範囲の解決方法を2つお話ししていきます。まず1つは生活習慣を整えること、まあ、生活習慣で自律神経を整えることですね。腸の動きが自律神経と関係があるってお話は今日ねしたと思うんですけれども、副交感神経が優位な時に腸が活動するように人間の体っていうのができてるんですよ。ところが生活習慣が乱れるとこの自律神経っていうのが乱れちゃうんですよ。だから寝てる間にうまく副交感神経が前に出られなくなったりとかして、そうすると腸の動きが悪くなっちゃうっていうことが起こるんですね。眠りが悪くなるっていうことだけじゃなくて、その腸の動きが悪くなるっていうことも起こるんです。だから生活習慣をきちんと整えて、いいリズムで自律神経を整えることで腸もしっかり寝てる間に動くようになって、それでこう便の排出、朝起きた時にあトイレ行きたいうんちしたいっていう状態に、小さい子だったらおむつにうんちが出るというような状態に持っていけるということですね。じゃあそのために自律神経を整えるため、生活習慣改善するために大事なのは朝決まった時間に起きることです。朝決まった時間に起きてカーテン開けて太陽を浴びること、夜はだんだんと寝る前1時間前ぐらいからは電気を落として暗くしてっていう光のコントロールをしてあげるっていうのが生活習慣整えるためには一番大事なので、まずね朝決まった時間に起きておはようって言ってカーテン開けて太陽の光を浴びるっていうことをやってみてください。そして2つ目は綿棒浣腸です。これはご自宅でやられてる方ももう多いと思うんですけれども、まあ、直接的なね便秘解消の方法として有名なのが綿棒浣腸というのがあります。でやり方は小児科オンラインジャーナルの記事がイラストもついていたのでちょっと分かりやすかったので概要欄にもリンク貼っておきます。記事によると綿棒浣腸を行う効果的なタイミングっていうのは食後30分後だそうです。普通サイズの綿棒やベビーサイズだとちょっと中入りすぎちゃったりとかするので、普通に大人用の綿棒で綿球の部分をしっかり入れてあげるというような使い方をするのがいいそうです。でこの先っぽにオリーブオイルとかベビーオイルとかあとはワセリンとかそういうのを塗ってあげて、こう赤ちゃんいたら片手で足をこうやって持ち上げてあげて肛門に綿棒を入れていくというような感じになるかなということですね。であんまり浅すぎても効果がないということなので、しっかりその大人の綿棒の綿球の部分はしっかりこうお尻の穴の中に入れてあげるようになります。肛門の内側をこするようにぐるっと回す感じですね。あんまり周囲を傷つけないようにゆっくりそーっと 5,6 回こうくる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 っとしてあげるというやり方だそうです。私も結構子供にやったりとかしましたけど、その場で効果あってもう回してる最中にニュル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 って出てくるってこともあれば、その時はちょっと反応がなくて刺激入れただけになって後からねおむつの中に出てるみたいな両方のパターンがありました。なので、まあ、夜泣きに悩んでてちょっと便秘も心当たりがあるぞという方は、まあ、小児科さんに相談していただきつつ生活習慣の見直しとか綿棒の浣腸してみるとかっていうのもちょっと検討の範囲に入れていただければと思います。夜泣きに悩んじゃうという方はね、私が専門的にこの便秘っていうこと以外も含めてその生活習慣だったりね、お家のスケジュールだったり環境だったりとかそういうことも各ご家庭ごとのケースをお伺いしながらどうしていったらいいかっていうのをアドバイスさせていただいておりますので、寝かしつけ強化クラスというものあります。概要欄から見ていただければと思います。この動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。育児に役立つ動画、子育てが楽になる動画たくさん出しておりますので、ぜひ他の動画を見ていただけると嬉しいです。私が初めて綿棒浣腸したのは多分娘が新生児1ヶ月ぐらいかな。やっぱねうんち出なかったんですよね。でその時に上の子が生まれたばっかりの時やったんですけど、まあ生まれたばっかりで私赤ちゃんも触ったことほとんどなかったので親戚とかもいなくて、おむつもねやっとこう変えてるみたいな時にお尻の穴に綿棒大丈夫なんこれみたいな、もうそれこそビビってもうちょこっとしかいない、もうそんなね大人の綿棒の綿球をまるっと入れるなんてもう最初の私にはビビりすぎてできなくて、もうほんとちょこっとワセリンをたっぷりつけてもうちょっと刺激する。でもね幸いそれでもなんかムリムリムリって出てきたりとかしたんですけど、そうなかなか勇気いりますよね。でも結構怖かったなっていう覚えがあります。であと座薬とかもちょっとお尻関連で言うと、座薬とかももう今なんてもう熱出た時とかね、あーしんどいね、はい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 はーいって感じなんですけど母ちゃんレベルが低かった時とかも
お尻の穴に入れるんですかみたいなこれをみたいな、薬を入れるんですか、本当にごめんね、大丈夫かな、もう嫌だよねみたいな、感じでね、やった覚えがありますね。何でも最初はドキドキしますよね皆さんもどうかな、そのファースト座薬とかどうだったのかなって、よかったらコメントで教えていただければと思うんですけど、私はもう、何回かやってもね、慣れなかったですね、しばらくは。もっと薬苦手私みたいな、なるべく病院で入れてほしいみたいな感じでした。経験慣れてすごくて、もう今ではね、はい、もう知り出してください、はい、みたいな、感じですね。これで楽になるよ、大丈夫だよみたいな、テンションになってます。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。他の動画も見ていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ねんねママ、ねんねママ。